打ち上げた。セカンド福田、スリーアウト。4月に九州8県およそ400チームの頂点に立ち、今大会は第3シードから令和の夏3度目の優勝を目指す神村学園。そんな新チームのスタートは決して順風満帆ではありませんでした。チームとしてつながらずに負けてしまって、すごく悔しい思いをしたので。新チーム最初の秋の大会では好投手を前に打線のつながりを欠き2回戦負け。そこから選手たちは冬の間1日7時間バットを振り続け、徹底的な打撃改革に取り組みます。1年秋からレギュラーとして試合に出場する福田や、練習試合で1試合3ホームランを記録したことがあるケクラなど、長打力があるバッターでも一人一人がつなぐバッティングを意識しました。ただ打つだけではなく、中身を求めてやることで、九州大会もそうなんですけど、試合につながる打撃ができるようになってきたと思います。そうして迎えた春、チームは生まれ変わりました。3度のコールド勝ちなど打で圧倒して県大会を制すと、九州大会でも勢いは衰えず打ち続け、春以降チームが公式戦で放ったヒットは13試合で157本、チーム打率は3割7分9厘と驚異的な数字を残しました。みんながつないでいくっていう思いがその数字になったと思います。一本出たら全員がつながったり、やってきたことがあれ証明されたって感じで。つながりを意識してきたのはバッティングだけではありません。一球でのボールでやるから、もうその思いをつないでいかんとアウトは取れんから、そんなもう夏は甘くないから、しっかり全員でつなぐ気持ちを持って、一つ一つのアウトをもう全員で取る気持ちで声かけ合ってやっていこう。 OK。 ある日のチームの練習では、たった1球のボールで守備練習が行われました。その1球にはこんな文字が。文字通り甲子園をつかみ取るため、全員で1球に集中してノックを行ったのです。ミスをしてボールをこぼしたり、ノックの回数が増えたりすると、甲子園の文字が擦れて消えてしまいます。試合でも1球のミスで流れが変わったり、1球で本当に試合が決まってしまうので、全員で必死になってやりました。そして18日、甲子園への道のりが決まる運命の抽選会では、鹿児島実業高校上島です。去年夏準決勝のリベンジがかかるだけに、投手陣は特に特別な思いを抱いています。びっくりしましたけど、去年のリベンジができるというふうに、ちょっと嬉しい気持ちもありました。九州チャンピオンなんで、そのプライドをしっかり持って、夏は戦いたいと思ってます。1回戦からそういう鹿児島実業さんという強いチームとやれるということで、気持ちは上がっているんですけど、1回戦から決勝戦まで全部決勝戦というつもりで戦っていきたいと思います。これから戦う全ての試合が決勝戦。攻守に結束力を強めた神村ナインが2年ぶりの夏制覇、そして3年ぶりの甲子園出場を目指します。